今回はですね、えー、ちょうど今ね、行われていますアマゾンのブラックフライデーセールで私がお勧めするクローブックを、ね、もう一台紹介したいと思います。まあ以前にですね、一度おすすめのクローンブック紹介していて、その時はこれですね、29,500円のエイセスのね、デタッチャブル式のクローンブック紹介しているんですけれども、これ29,500円ということで、 取り外しキーボードがついていて、なかなかね、クローンブックらしいもので、えー、結構おすすめですよということで紹介させていただいたんですけども、まあ、一番のおす,すめはこれで間違いないんですが、もう一台ですね、まあ、ちょっとですね価格がですねこのブラックフライデーセール中に下がって、さらにお買い得になった商品がありますので、紹介したいと思いますで。今ですね、当然ブラックフライデーセールなんで、クローンブックもですねこのブラックフライデーセールということで、このアイコンがついていて、いろんなものが結構安くなっています。 まあ本当に安いものであれば18,990円ですね。本当に2万円を切る価格のクローブックも販売しています。まあこれはですね、えー、まあこれは特にお勧めはしませんけれども、まあ性能がすごく低くてですね、あと更新期限も短いので、まあそれほどお勧めはね、この安いのはしていませんけれども、どうしてもね、安いものがいいという方は、まあそれはそれでいいんじゃないかなと思います。で、今回私がお勧めするのはですね、 こちらですね。レドモのクローンブックアイデアパッドスリム360というものです。価格の方は24,800円のブラックフライデーセール価格になっています。まあこれはですね、一言で言うと14インチサイズのクローンブックが激安ですよということです。 こちらがですね、商品の販売ページになりますけれども、レノボの端末ですね、レノボのアイデアパッドスリムというものになります。360ですね。価格は24,800円という価格になっています。で、先ほど言いました通おり、まあ、安いクローンブックってね、さっき言った通おり、まあ、2万円を切るようなクローンブックもありますし、2万円台のクローンブックもたくさんありますけれども、そういったものの多くは、 やっぱりね、11インチのモデルが多いんですよ。11インチとかさっき言った10インチとか、ね、要は画面サイズが小さいんですよね。で、これは14インチなんですけれども、24,800円というね、結構お買い得な価格で販売をしていますので、まあどうしてもね、Chromebook ってやっぱり安くて、ちょっとコンパクトなサイズが人気があるっていうのは間違いないと思うんですけれども、 まあそれだとどうしてもね、画面サイズが小さいんで、少しね、もう少しこうディスプレイサイズが大きいね、要はパソコン、クラムシェル型で使うのに、もう少しディスプレイが大きいサイズがいいクロ e b ブックが欲しいという方には、価格が安くてディスプレイが大きいということで、こちらの端末結構おすすめになっています。で、さらにですね、これタッチに対応しているんですね。数年前にもですね、この14インチの、私、このレドモのね、S330 っていうクローンブック持ってるんですけど、 それはですね、タッチに対応していなかったんですね。価格は安かったんですけど、タッチに対応していなかったし、あと解像度がね、これフル HD なんですよ。さらに IPS 液晶なんですね。で、その前私が持っていたレロモの S330 っていうのは、解像度も HD だし、液晶も TN 液晶だったんですね。だからこの辺は少しね、スペックアップして、価格もね、かなり安いということで、やはりその14インチサイズのクローンブックを探している方には結構お勧めできると思います。 ただね、SOC の方はメディアテックの MT の8183というものになっていますので、まあ、これはですね、現状販売されている Chromebook、現行商品の中では、まあ、一番低いね、ものと言ってもいいんじゃないかなと思いますんで、性能的にはそれほど高くありませんけれども、まあ、とにかく価格が安いというところがお勧すすめです。こちらの商品なんですけれども、これね、価格がね、また下がったんですよ。ちょっとここ見てください。えっ、ー、と、29,800円で、えー、ブラックフライデーセールで売ってたと思うんですよね。 で、この29,800円っていうのは安いんですけれども、実はね、えー、私がこれをお勧めしなかったのは、レドモのね、アウトレットっていうね、レドモの公式のアウトレットセールっていうのをやっていて、そちらでね、2万6000円台で販売をしていたんですね。だから、あえてそのアマゾンで2万9,800円で買う必要がないので、特にね、えー、そのブラックフライデーセールでお勧めする端末というところには、まあ、上げていなかったんですけれども、このね、レドモのね、クローンブックって12月3日にですね、新しい端末が出ることになりまして、 まあその辺も含めて、おそらくこの現行モデルは少し価格を下げたんじゃないかなと思います。まあ、なので、ブラックフライデーセール中なのにもかかわらず、これね、価格が下がったんですよ。今まで29,800円だったのが、今回ね、24,800円になったわけです。まあ、これでですね、レノボの公式サイトで売ってるアウトレットコーナーの価格よりもより安くなったということで、非常にお買い得になっていると思います。 こちらがですね、レロボのね、アウトレットセールの販売ページになります。まあ26,100円で売ってますね。税込み送料無料で26,100円で販売をしていますで。一応アウトレットということなんで、一応未開封のキャンセル品ということで、 まあ未開封なんでね、まあ新品なんですけれども、まあ一応分けあり商品的な感じで販売をしています。まあちょっとね、正確なモデルナンバーがですね、アマゾンの方に書かれていませんけれども、まあ一応同じ商品だと思われます。ストレージも 64GB で、メモリーも 4GB で、MT の8183で、まあ品名も同じなので、おそらく同じです。で、このですね、アイデアパッドスリム360っていうのは、一応 TNA 晶のね、えー、ものがあって、 まあそちらの方が基本的にスペックが低いんですけれども、今回アマゾンで販売されているものもそうですし、こちら側のね、レドモのアウトレットセールで売っているものも一応 IPA セクションのものになっていますので、まあこの辺はですね、価格が安い割にはさっき言った通りディスプレイの品質がそんなに悪くないということで、 まあちょっとね、レロのディスプレイってあんまり正直安いモデルは良くないんですけれども、まあ、その中でも一応 iPS にね対応しているというところはメリットだと思います。えー、とこれがね、まあ、商品の画像になりますけれども、14インチのフル HD の iPS タッチ液晶ですね。SOC のは先ほど言いました通り、メディアテックの MT の8183ですね。まあ、有名なところで言うと、Amazon の Fire HD10 ですかね。Fire、えーファイアタブレットの10インチモデルと同じ SOC を搭載しています。 で、やっぱりね、Chromebook の中には Intel 系のね、CPU を搭載しているものもあります。まあそちらの方が性能が高いと言われていますけれども、まあ最近のですね、まあ Chromebook は Android アプリがね、動作するんですけれども、まあ Android アプリとの相性についてはやっぱりね、メディアテック系の SOC の方がまあいいと言われていますので、まあこれ100%じゃありませんけどね、どっち、どの道ですね、どうしても ChromeOS ということがあって、 アンドロイドアプリが動かないってことあると思いますけれども、まあ、いくらか相性はいいと言われていますので、まあ、アプリを使う使い方でね、Chromebook を考えている方は、一応メディアテックの方がいいかもしれないですね。まあ、ただこれはですね、14インチの、ここにもスタンダードモデルって書いてあって、いわゆるそのタブレット型のようには使えないんですね。タッチには対応しているけれども、タブレットのようにしては使えないので、まあ、そこまでね、アンドロイドアプリとの相性っていうのを、まあ、気にしなくてもいいのかなと思います。どちらかというと、やっぱりね、 えー、いわゆるパソコン型で使うクローンブックになっていると思います。メモリーの方は 4GB、ストレージは 64GB。まあ、これはですね、まあ、安い端末なので、まあ、いた仕方ないかなと思いますけれども、まあ、アプリ入れないっていうことであればね、64GB でもストレージは問題ないんじゃないかなと思います。で、ディスプレイの方ね、IPS でフル HD ですね。安い端末は HD 画質のもの、あるいはね、安い10インチのクローンブックなんかはやっぱり HD 画質のものが多いので、まあ、そういった部分では解像度も高いということで、この辺がメリットになっています。 一応ですね、日本語キーボードを搭載って書いてありますけど、この写真はあ、この写真はでも US キーボードだと思うんですけれども、一応日本語のキーボードを搭載しているということですね。えっと、重量の方は約 1.4kg ということなんで、まあ14インチですからね。うん、まあこんなもんでしょう。めちゃくちゃ軽いっていうこともないですけど、まあめちゃくちゃ重たいってこともないんですけど、まあそれほどこう特徴的な部分はないですね。まあまあ一般的な重量かなと思います。 ちょっとね、弱点なのが、このインターフェース関連ですね。タイプ C が1つありますけど、これ USB2.0 で1つしかないんですね。あとフルサイズの USB が1つ。あとは3号のイヤホンジャックとマイクロ SD カードスロットということで、ちょっとここはですね、残念ながら貧弱ですね。やっぱりタイプ C が2つあったりするとですね、あるいはね、クラムシェル型なので、フルサイズの USB がもう1つあるとかね、まあ、そういった構成の方が使いやすいとは思いますけれども、 まあちょっとここがね、価格の面で妥協しなきゃいけないところかなと思います。で、ローム o m e のね、更新期限ですけど、この端末は2028年の6月までということで、まあ、これは価格を考えれば比較的長く使えるんじゃないかなと思います。やっぱり安い端末はね、これが短いものがありますので、さっきのね、18000いくらで売ってたね、 エイズスの、ね、CX1 というクロームブックですかね。まああれは確か2024年とかってすごく短いんですね。だから価格安いんですけれども、やっぱそういったものはまあそれなりの理由があって、更新期限が短く設定されていたりするものがありますけれども、まあ、この端末については14インチで価格は24,800円。結構安くて、更新期限もそこそこありますので、まあこの辺は非常に安心できると思います。 ということで今回はですね、a m アマゾンのブラックフライデーセールで私がお勧めするクローンブックということで、まあ以前に1台紹介しているんですけれども、まあブラックフライデーセール中にですね、価格が下がるというね、まあ異例なことがありましたので、まあ紹介をさせていただきました。まあとにかく14インチのクローンブックでなるべく安い端末が欲しいという方には、 まあ一応お勧めできると思います。まあどうしてもね、価格の安いクローンブックは、まあ11インチのモデルだったり、まあ11インチが上にですね、解像度が低かったりしますので、どうしてもね、その画面のサイズでそういった安いモデルがなかなかね、まあ購入できないと言いますか、ちょっと目的と違っちゃうという方には、まあ14インチでね、いわゆるパソコン型で使うね、クローンブックとしては価格が安いのでお勧めできると思いますで。一応ですね、これ私ね、購入しようと思っています。 え、ま、以前にですね、娘用にですね、まだ娘が中学生の時ですかね、えー、初めてのパソコンっていうことで、 え、中古のね、6980円だったかなのパソコンを買い与えて、ちょっと動画にしたことがあります。で、未だに娘はそれを使っているんですけれども、しかも Windows じゃなくて Linux に変えてね、今は Zorin OS っていうものを入れてるんですけども、まあ、それで娘使ってるんですが、ちょっとそれじゃさすがにもうね、かわいそうだなっていうことで、まあね、Chromebook、まあ今旬ですからね、Chromebook、まあ Chromebook を買い与えてね、まあ娘も Chromebook カ、er、ーにしようかなということで、一応ね、娘用に今回ね、これ購入しようと思います。こちらの方ですね、 ブラックフライデーセール中ということなので、一応ね、えーまあ、今、今日は11月の30日なので、あと2日間ということになってますんで、まあ、やっぱりこれセール価格になりますんでね、えーまあ、購入したいという方は、まあ、この期間中に購入することをお勧めします。はい、今回は以上です。